腰痛、なんか大丈夫。みなさんこんにちは、赤星里奈です。となんか走って、これ、だからどうする、これなんか、これなんか考えて、なんかコメントください。わかった、はい、夫です。普通どうしよう、どうするということで、先日ね、質問コーナーでもいただいてたんですけど、はい、それ以外にも結構ね、来てるのよ。馴れ初め教えてください。うん、ついに、馴れ初めを解禁しようかと思います。いや、別に変な馴れ初めじゃないけど、うん、なんかほんまは再現したいけど、ちょっと難しいから。で、馴れ初めっていうか、私たちが完全に友達やった時から、友達じゃないかも、になったそのきっかけの日の話をね、今日はしようと思います。うん、はい。でそのきっかけなんですが、ドイツにいて、あ、そうや、思い出した、こうちゃんの誕生日にみんなでクレープ機をあげたんや。そうで、しかもそれもちょっとこうちゃんかわいそうやけど、こうちゃんってこう見ての通りみんなに振る舞うのが好きで、あ、まあね、みんなすごいこうちゃんたかるのよね、うん、年もなんか上やしで、クレープ機あげたら私たちがクレープを食べれるんじゃないかっていう魂胆のもとあげたんよ、うん、そしたらその通りこうちゃんがクレープをね振る舞ってくれるってことで、クレープパーティーをしようってなったんですよ。でこうちゃんの部屋でね、はい、で私とこうちゃんは一緒の家っていうか寮に住んでて、まあ、2階と3階に住んでたんやけど、まずその日に初めて私こうちゃんの部屋に行った、うんうん、それぐらいの仲よ。だからもうもちろん一線を越えてなくて、なんかな、だってそれは異性のさ部屋にいくら近くてもさ、うん、入るってことなかったし、な、寮のそういうスペースで話すとかはあったけど、うん、てか3階ですら来てないよね。3階はだから2階のキッチンが壊れた時に3階のキッチンに行くとか。で初めてこうちゃんの部屋入って、私ともう一人の日本人と3人でクレープパーティーをしました、うん、ほんでその時に事件は起こります。ちょうどこういうなんかテーブルに牛乳やったっけ、クレープ液、クレープ液、なんかこういうテーブルにクレープ液がこう置いてあって、ほんでなんかここにねソファーが置いてあったんですよ、うん、そうそうそう。でそのソファーが椅子の部分にクッションが置いてあるタイプのソファーってあるやん、うん、繋がってないんですよ。そうそうそう。でその上の部分だけちょっと前にずれてたんや、うん、で私はなんか知らんけどそこにこうやってよいしょって座って正座で、うん、でそのずれてる部分のちょっと前の方に座ったからさ、下がないやん、うん、ソファーの土台の部分とちょっとずれてるとこに座ってるから、うん、でそこに座ったからずるっておこけて、でなんか思いっきりなんか知らんけど机とかごと全部ひっくり返して、だいぶすごかった、だいぶわーってなってクレープ液がもうバシャーってなった、なったなった、でうわ最悪ってなって、その寮の床がカーペットみたいな、うん、しかも借りてるしシミになったらあかんし最悪みたいな感じで、まあ、パーって吹いたけど、その時私と多分そのもう一人の先輩がその後も練習ピアノ練習したいとか、うん、まあ、レッスン前にさすがにないと思うから多分練習したいからもう時間ないしごめんみたいな、うん、でさすがに申し訳ないから今日11時まで練習して終わってからじゃあ私吹きに来るわみたいな、でこうちゃんがなんかみたいな感じで言ってて、そうだっけ、え、怒ってた、来なくていいよみたいに言わなかった、言ってない、あ、言ってないんだ、うん、でまあその通りとりあえず応急処置だけしてピアノ練習しに行ったわけで、帰ってきて、あ、私ちゃんとカーペットに牛乳こぼした時の掃除をしたみたいなやつも調べて、で、こうちゃんの家行って、で、2人でカーペット拭いて、でも結局あんま取れへんかった、そうそうそうごめんな、あ、全然、まあ、持ってる？大丈夫？でも敷金返ってきたから大丈夫ほんでそのクレープパーティーの後片付け、うん、一緒に洗い物とかキッチンでしてて、結構もう夜遅いん、11時に帰ってきてそっから掃除して片付けて、まあ、12時ぐらいって、で私がじゃあそろそろ帰ろうかなって思ってたら、一杯付き合ってよって言ってこうじゃん、うん、で私からしたらさ貧乏でさお酒も飲めへんしラッキーとか思って、え、いいの？みたいな。てか、ご飯も食べた？みたいな。食べてない、食べてない、食べてない。で、そしたら、私のもう大好物のたらこスパゲッティを出してくれたんよ。そう、日本から持ってきた貴重な。日本から、そう、あの SB とかの、うん、そうそう、あるような、あのたらこソースのことみたいな、うん。もう私めっちゃ感激して、あ、しくちゃわ、SB のちゃう、キューピーのやつ。よく覚えてる、もうだってめっちゃ好きやから、うん、たらこ明太子でそんなないやん、ドイツに明太子とか、よし
しゃと思って、うん、でも確かにさ、ただったらラッキーみたいな。でそこでご飯食べて、でその時に結構2人で一緒にご飯食べた初めてじゃない。そうかね。でそっからなんか家近いし、家近いかも一緒の、うん、階が違うだけで、そっからなんかご飯今日一緒に食べるみたいな感じでこうじゃん言ってくれたりして、私はもうただただ最初ラッキーとしか思ってなくて行った、うん、っていう馴れ初めでした。はい、そっから仲良くなった感じじゃない。それからだからなんか LINE とかもさ、別にそんな全然してなかったね。しーひんし、こうちゃんもう絶対返したへんもん結構。そうだっけ。うん、結構風邪の時とか助けてくれたりしてて、うん、なんか何でも言ってみたいな。でめっちゃ死んでて、ラーメンとか作ってくれてありがとうって送ったら、ありがとうって送って帰ってこへんタイプ。うん、結構さ、ありがとうっていいよとかスタンプ返ってくる人とかいるやん。こうちゃん結構もうほんまにいらんと思ったらすぐ返ってこへんた。多分その後にすぐ引っ越したんだよ、うん、1ヶ月後ぐらい。そうだったっけ。そうだよ、うんうん、そのオーケストラに行くことになって、全然違う都市に引っ越して、そっからだから LINE とか電話とかして。でもなんかその前まではさ LINE とかしてなかったけど、そっから結構ご飯一緒に食べるようになったりして、今日ご飯食べるとか。私ほんまにめっちゃ申し訳ないけど、こうちゃんのさ家ってクロワッサンがあったり、まあ、パスタのそのソースとか、うん、日本の食材とかもいっぱいあったし、しかもそれをめっちゃ出してくれるし、うん、でしかもその友達とかにも優しいタイプやから、私が例えば練習して、その練習の録音とかを聞いてていいよみたいな、うん、もう全部やってくれるのね。ただのシェフパスタを混ぜるやつとかもやってくれる。混ぜた状態でもう出してくれるから、それぐらいやるでって思ってたけど、もうリアちゃんは録音聞いてていいからみたいな。でなんかじゃあ聞いてるっつって、ほんの楽譜とかこういうの書いたりして、でゴーちゃんはシェフ、うん、で私からしたらなんかラッキーって思ってた。ただのレストラン食べに、ごめんな。あ、全然全然、まあ、いいんや、うんうん、っていう感じで仲良くなったかな。だからやっぱ胃袋を掴むっていうのはいいかな。逆でそっからなんかやたらこうちゃんがさ料理とかめっちゃガチでしてたやん。ラーメンとか作ったりしてて、今日ラーメンあるけど食べるとか、うん、やっぱご飯から仲良くなります。はい、はい、美味しい食べ物は愛を掴む。なんかもうちょっとうまいこと言ってほしかったわ。美味しい食べ物は二人をつなぐ。ああ、まあそっちの方がいい、うん、というところで、はい、お後もよろしいよ、はい、ではまた次回この動画でお会いしましょう。バイバイ。11月の俺も行ったから、うんうん、まあ、短いっちゃ短い。そんなにだからご飯を、うんうん、まあ、そっから1ヶ月の間に何回かしたみたいな感じ。そうそうそう、うん、でもこうちゃん結構その引っ越し先からも帰ってきてたよ最初のうちね、うん、荷物取りに。そうそうそう、その時ご飯行ってたよ。ボウリングも行ったし。あ、ボウリング行った。めっちゃ高いステージおごってくれた。めっちゃ高い、あの海辺にある高いステーキのおごってくれた。なんでおごったんだよ。分からない。いやでもその時からこうちゃんは全部紳士やったよ。全部そういうのは。やっぱ給料があったから、ね。ああ。初給料だから。初給料やったの？分かんない、覚えてない。なんでおごったか覚えて、行ったの覚えてる、間違い。行ったよな。ボ、うん、ーリングの帰りに。ボーリング行ったね。行った行った。めっちゃ美味しいステーキ。美味しいね。うん、また覚えて。はい。また行けたらいいね。いいな。遠いな、ちょっと。うん、でもめっちゃ高かった記憶あるけど、その時さもう価値観やばいやん。いや、安いんじゃない。だからあのクオリティで日本だったらもっと高いんじゃない。だって30ユーロぐらいじゃなかった。うん、いや高くない。え、お店でさステーキ、いや行ったことないもん俺日本で。いきなりしてそんなレベルじゃないじゃん。あんなおしゃれだしさめっちゃな、ちゃんとしてるとこ。そうそうそう、だから安いっていうかかなりいい感じ。安いっていうかさ、お得っていうか。そうそう、美味しくて。今思ったお手頃やけど、もうその時さ。あ、その時はね、俺もまあないじゃない、うん、絶対初給料とかじゃない。そっかそっか、何にもあれやで、別に今日はステーキ行こうって言ってきていきなり。あ、じゃあもう初給料で。そうだ、そんなんさ、そういうの言ってくれたんや、今日は初給料だからとか言ったらいいさ、なんか今日はせっかくやし、ステーキ行こう。謎やから、こっちもさ、せっかくやし謎やん。だってこっちも友達やのに。ああ、確かにね。どういうこと、え、どういうことみたいな。でも別に何もないし、なんやねんっていう期間が11、12、12、3、4、5、結構続いたな。8か
ヶ月くらい。え、そんなに？え、でもそれはだから戻ってきてなかったよ俺は。そのあんまり離れて結構ほぼ LINE と電話と、あ、そうそう、が結構続いた。あ、でもベルリンとかも一緒にいたの。行ったね。あのボーリングのさ、うん、全然なんかボーリング用語みたいなの知らないじゃん多分。で受付ですごい分かんなかったね、何言ってるか。なんとなくなんか言ってたら、うん、靴出てきて、うん、でまあサイズとか分かるじゃん、うん、サイズは何とか分かるから言って、でなんかいきなり始まったからよかったと。話やねん。おもな。